小江戸とは、江戸のように栄えた町、江戸時代を感じさせる町といった意味合いで使われる都市の比喩的な表現。代表例としては、川越、沢原、栃木塾が挙げられる。現代的定義としてはおおむね、江戸との関わりの深い町、江戸の風情を残す古い町並みを残している町である。古い町並みが今なお残っている部分については、観光地となっているところもある。 江戸のように栄えているという意味で使われた。小江戸という言葉そのものは以前よりあり、江戸時代から川越は歴史的につながりが深く、江戸の文化が真っ先に伝わる繁栄した街という意味合いで呼ばれていた。しかし、改めて小江戸という言葉がクローズアップされたきっかけは1996年に開催された小江戸サミットである。その他、 千葉県泉郡大滝町、神奈川県厚木市、山梨県甲府市、静岡県岩田市掛か,か、滋賀県彦根市なども、小江戸と呼ばれることがある。川越祭り小江戸サミットとは、栃木市、川越市、香取市の3市の市長及び市民が、一堂に会し、交流する催し。1996年の栃木市を会場とした第1回から、 始まり、以降は三市の持ち回りで開催されている三市共同で各市の祭りの出しを参加させたり観光宣伝を行っている。小江戸と読むのは誤り第4回、第8回、第16回は東京都で行われた。AB 小江戸という呼び名はテレビレポーターの言葉から生まれた。TBS ラジオ2021年5月30日閲覧。 重要伝統的建造物群保存地区一覧文化庁 w w w 文化 g o j p 2 0 1 8年12月13日閲覧日本遺産ポータルサイト j a p a n h e r i t a g e 文 e g o j p 2 0 1 8年12月13日閲覧小江戸サミット川越市 川越市、2021年5月30日閲覧、ありがとうございます。